はい、皆さんこんにちは。今年の秋は4連休ということで、助動詞の接続をマスターしよう、こんな企画を作ってみました。高校1年生も高校2年生もコロナの影響もあって学校の進度がちょっと遅れている、そんな話も耳にしました。高校1年生であればこれから助動詞に入りますよっていう皆さん、あるいは助動詞には入ったんだけど何これっていう皆さん、解決しましょう。いい方法があるんです。そして高校2年生の皆さん、もうだいぶ進んじゃったんだけど助動詞実はわからない、文系で大学入試に必要なんだけどどうしよう、そんな皆さん、とっておきの企画用意しました。これを皮切りに助動詞が得意になれば大学入試あるいは学校古文における主要な文法である助動詞をマスターすることができます。さあこの4日間で一緒に頑張りましょう。楽しく学ぶ古文チャンネルでした。